はい、どうも。今回もそうですね、またシップメント懲りずにちょっとシップメントやってるんだけど、シップメントで後付け実況していきたいと思います。そうですね、今回は俺やっぱりクソゲー言ってるじゃないですか。クソゲー言ってるし、ショットガンはクソだと、焼夷グレネード投げてるさクソだとね言ってるわけですけども、やっぱり、ね、いろんな人が、一応賛同してはくれてるんですけど、中にはねやっぱりそのショットガン使いだったり焼夷グレネード使いだったりね、僕の動画をよく思っていないね、不快に思ってる方々からコメントがね、来てるんで、まあ悪く言えばアンチです。はい。で、そうだな、なんでシップメントまたやってんだって思うかもしれないけど、本当に通常マップを回すより、ダスハウス、シップハウス前まであったじゃないですか。そこでね回してた方が動画撮れやすいっていう感じでやったんだけど、もう焼夷グレードが出始めてから本当に動画撮るのが辛くて、あともうダスハウス、シップハウスでモードなくなったじゃん、なんかシップマスみたいな、このクリスマス仕様のシップメントを強制的にやらされるっていう羽目になって、俺の感覚が分かんないんだけど、なぜかハードポイントがめちゃくちゃ来るのね。ハードポイント来たってさ、このほら見て、今これとかのせいで全然旗取れないんですよ。旗っていうかポイントね。で、相手もね、味方も投げてるわけだから、俺は投げたんやけどね、もちろん。だからさ、全然取れないわけで、得点がいかずに中途半端な時間で試合が終わると。なので本日はシップハウスの、このシップ、シップマスのハードポイント2試合連続でお届けしておりますので、よかったらご視聴してください。はい。で、本題に入るんだけどね。まずショットガン使いの方からね、ありがたいコメントが来てたんで、また読み上げていきます。エイムが下手くそなので、ショットガンしか使えない。申し訳ありません。あと、エイムが下手だから、ショットガンでしかできないみたいな、まあ、似たようなコメントが3つぐらい来てて、この人申し訳ありませんとか謝ってるから、別にそういうね、俺に対してイラついてなんか言ったりとかそういうわけじゃないんだと思うんだけど、2種類いると思うのね、ショットガン使うやつって。こういうもう下手だから、もうそもそも下手だから、エイムが苦手だし、だからエイムが下手くそだからショットガン使ってますよっていう人と、もう本当嫌がらせですみたいな、嫌がらせ私は使ってますっていう、敵が一撃で消し飛んでいく様を見たいんで使っていますみたいな、感じの人がいると思うんだけど、それかあと普通に強いからみたいな、そういう人がいると思うんだけど、強いから使うって人はでもあれなんだよね、普通に上手い人がショットガン強く使うより SMG 使った方がキルできるんだよ。このダスハウスとかシップメントでも。なぜかっていうか、まあ当たり前なんだけど、多分、その普通の武器でそんなキルできない人が、ショットガンでキルできたから、多分使ってるなと思うわ。そういうショットガンでキルできるから使ってるって人は、ね。はい。で、二つ目の、まあ、外役だから外役したいから使ってるみたいなのは、とりあえず、まあそういう、ね、やつは置いといて、エイムが下手くそだからショットガンを使ってるって人いると思うんだよね。まあ、初心者とかでさ、まだエイム下手くそなんでショットガン使ってますみたいな。ゴミ。はい。ゴミ。ゴミです。何言えばゴミです。前の2つと変わんないんで。外役したいからショットガン使ってるやつと、キルできるからショットガン使ってるやつと対してそんな変わらないんでね。初心者だから許されると思って、のかは分かんないで、このコメントしてきたのか分かんないんだけど、許されないですね、初心者が使っても。外役なのに変わりはないんで、なんでこんなきついこと言うかって思う、なんでこんなきついこと言うかって話なんだけど、初心者だから、エイムが合わないからショットガン使ってます。は？みんな冷静に考えて、初心者だから仕方ないよね、じゃねえんだよな。ショットガン使ってたらエイム弱くなるわけないじゃん。当たり前じゃん。ショットガン使ってたら、エイム上手くなると思って使ってんの？もしかして。僕はショットガン使ってます。初心者なんでって。意味がわからないんだけど。ショットガンなんてエイムが必要がない武器じゃん。そんな武器使ってても、エイム上手くなんないっすよ。言い換えた方がいい。だったら。俺は、エイム
上手くなる気もないからショットガン使ってるって言い換えた方がいいわ。うん、普通にエイム、普通にね、上手くなってる人は AR とか SMG 使ってやってるから。俺も初心者の頃ショットガン使ってないんだよね。うん、みんなもそうだと思うよ。普通に AR とか SMG 使ってたよ。うん、エイム上手くなるからそっちの方が。エイムが必要な武器だからね。ショットガンみたいなエイムが必要ない武器で、なんかやってたって上手くなんないからね。だからマジで言い換えた方がいいよ。僕はエイム練習する気もないんで、楽してキルしてね、一撃で殺したいんでショットガン使ってますって言い換えた方がいいわ。はい。で、あとこれはでも戦略でしょっていうコメントなんだけど、これだけ聞いたらね、わけわかんないと思うんだけど、焼夷グレネードがやばすぎるって動画結構出してるじゃん俺。その動画の一つについたコメント、でも戦略でしょ、は？は？マジで？はなんだけど、でも戦略なの？焼夷グレネード投げることが戦略なの？これがやばくない？そういう考えでやっぱり投げてるんだと思って、いや貴重なね体験、貴重な体験っていうかさ、貴重な意見だよね。焼夷グレード投げている人側からの意見でしょ。だって投げてなきゃこんなこと言わないじゃん。でも戦略、これ投げられてる方って本当に辛いのね、試合にならないから。だから投げてて何も罪悪感も何もないですよって人が、でも戦略だからって言ってる、言ってきてるってわけでしょ。なお前戦略もクソもねえんだわこんなもん。バカが考えてわかんの？お猿さん？もしかして、あなた。本当にね、俺、昔からね、やべえやつがいるときさ、味方とかに、どっかの実験場がね、猿にね、実験で FPS やらせてんのかなと思ってんの。マジでね、弱すぎて。うん、こういう考えのやつも含めてね、そんぐらい思ってんだけど俺は。やっぱ外役したがるやつとか初心者の人って、でも戦力って思っちゃうんだよね、これが。リスボンして、ただ、ポイって、どこでもいいから投げるだけのこの作業を戦略だと思ってるらしいです。はい。一生上手くなんないよ、さっきのショットガンのやつといい、こういうやつといい。一生上手くなんないから、マジでさ、もう人に迷惑かけることだけやめとけよ、本当に。もうおとなしくしてるよ、雑魚はね、雑魚は雑魚なりの態度でいてください。はい、次。クソゲー、クソゲー、うるせえ、ならやんな。とか、やめろやめろ、うれうれ、しょうもない動画だわ、わら、みたいなコメントがつくんですよ。何回言えばわかんのかな。俺タイトルにマジでクソゲークソゲーとかついけてるわけよね。わかるでしょみんな。うん、かっこ売れとかさ、かっこ売るわとかさ、かっこ金返せとか、このゲームはクソゲーですっていうタイトルを、焼夷グレードがやばすぎるとかいうタイトルとサムネをつけてるんだよ俺。釣り動画してないのね。このゲームは神ゲーだからみんな見においてって言っておいて、動画内でボロクソ言ってるわけじゃないよね。だからサムネでね、わかるわけじゃない、サムネタイトルでこういう動画であって、俺が批判してる動画であって、それでわざわざクリックして開いてきて、クソゲークソゲーうるせえならやんなとかさ、売れ売れよさっさと、しょうもない動画だわ。何、覗かないでもらっていいですか、人の動画。人の動画勝手に覗いてね。俺の動画なんだよ、これ。俺の動画で、このゲームの悪いところ言ってるだけなんで、勝手に覗いてきてさ、俺タイトルとかもちゃんとしてるし、勝手に覗いてきて、勝手にね、悪口、吐かないでもらっていいっすか。しかも、こういう俺が批判してる動画見て、ムカつくってことは、多分そういうプレイをしてるってことじゃないっすかね。はい。あと、文句言う前に何かすることを考えろっていうコメントが来たんだけど、何をするねん、何をすればいいの、教えてください僕に。俺動画上げてさ、こういう焼夷弾とかがやばいですよって動画上げてるだから、まだマシくない、マシじゃないそっちの方がね。何をするの他に、教えてくれや、何をするのマジで。対策しようないからね、費用を半減するパークとかないからさ、マジしょうもないコメントもしてくんだよ、何も考えずに。でなんか最強 AR 使ってイモッテレスに言われたくないとかいうコメントが来たんだけど、こういう俺が焼夷グレネードね、批判しながらイモッテたっていうか、普通にね、キル層貯めて犬出した方が勝てる率高いんですよ、シップメントとかは特に。それ分かんないんだよね、普通のプレイして。普通のまあ人間様の考えならそれが分かるんだけど、まあ、ちょっとどっかの研究所のお猿さんがね、ちょっと分かんないんだよそういうことが。だから、こんなコメントをしてくると。あと、なんでやってるかってさ、
そりゃお前 COD が好きだからでしょ。 COD が好きだからやってるでしょ、そんなもん。COD が嫌いだったら、もうやめてます、ぶっちゃけ。もうやめてます。実際2年間やめてたんで、その時はすってやめてました。はい。しかも俺真実を言ってるわけだから、今まで BO4 とかワラ2とかね、実況やってたけど、こんなクソゲ言ってないんですよ俺ね。だからそれほどクソゲーだったこと、ハセ様とかグリードとかもやってないじゃんね。それが真実よ、真実しか言ってないの。はい、ということでね、今回はこれで終わるけど、そうだな、まあ将棋投げてるのが戦略とか、初心者だからエイム合わないからショットガン使ってるとか言ってるやつはマジで上手くなんないし害悪なだけなんで、さっさと別ゲー行ってもらっていいですか。はい、それか真面目に頑張って強くなるか、どっちかっす。はい、じゃあ名人コメントもね、そこまでにしておきましょう。